その、俺と仲直りしてくれねえか？したい！私、ジョールと仲直りする！絶対する！はぁ、あ…って、おい！ほっとしたら力抜けちゃった…ジョール！めっちゃ、めっちゃめっちゃ…いかん、もう完全に夢の住人に。すみません先生、失礼します。思ったより華奢で軽い。ってすみませんすみません、変なことなんて考えてませんから。お兄ちゃん。ん？大好きです。僕もアキコが大好きだよ。おい、アキコ、どうした？しっかりしろ。お兄ちゃんと二人きりの平凡な生活。大丈夫か、アキコ？アキコは幸せです。ごめん、質問の仕方がダメだったかな。父さんについて何か。父さんについて？トイレが長すぎるとか、朝の講習が厳しいとか言ってたよ。お母さんが。ママか。まあ、それはともかくとして。していますのよ。これくらい平気ですわ。プロのアルバイトですから。ああ、プライドだけはお高い陽子様がこんなに頑張られて。少し休憩しようかしら。飲み物を。マヨネーズ！オタクがいないと張り合いないからな。ここにいたんですか？どうした？それが…ん？なに？とんでもない人と関わっちゃった。っていうか部活ってなんの？そうだ、せっかくやっけん部室でタコ刺しにして食べよっか。え？食べ…部室？知っとった？タコって焦げあんしてしむっとよかばい。簡単やろ。あら、これもダメやった。9月だったのにまだ暑いな。ただい。なんだこの熱気は。姫！どうした？しっかりしろ。お父さん、おかえり。床が冷たくて気持ちいいから全身くっつけていただけだよ。何が？仕方ありません。お嬢様、ここは私に任せ、逃げてください。あいつはもうダメだ、置いていこう。なんだよ、ゲロ。ゲロ？でもそんなことより話しかけてくれた。いつぶりだろう、同い年の人と会話するの。素直さん、なんていい人。一体何なんだ。まあ、うちは釣りだけじゃなかけど。あっ！
か私釣りって無理ですよ。生きてる魚とか触ったことないし、さっきのタコだって。大丈夫だって、慣れ慣れ。ほらこれ。え？ちょうどさばき寄ったとよ。もう慣れたろ。あ、まだ無理か。だけで察して、横からうまいこと尾形のプレイを誘導してくれたもんだよ。引っかき回して漁夫の利作戦大成功ってとこだな。いや、まあ尾形に勝たせて自信つけさせてやりたかったのもありましたし。ああ、くれぐれもこのこと尾形には内緒に。ちょっとばかし遅かったな。尾形次のステップでこうって。ふん、こうやって近くで見ると意外と勉強熱心なのね。拙いけどやる気だけはあるみたい。ごめん、ひよちゃん大丈夫？平気よ、これくらい。一対一なら先日のようにはいかないですわ。そりゃどうかな。無知ってのはな、絡めるのは簡単でも手元の操作で自在に解くってのが難しいもんなのさ。